N93 TBS ボキャースどうも、からたちの大山和也と不祥前田、恥ずかしながら生きて帰ってまいりました<笑><笑> あなるほどね、はいあのー、あなたが先週だか先々週話したね、前々回ですね前前回、はい、シャープ7聞いてくださった方はご存知かもしれませんけど、はい、まあ僕がエロゲをバカにしたことにより、エロゲ好きの芸人、リップグリップ岩永君に殺害予告をされたと、そんな私ですが、先週、そのリップグリップ岩永君とライブが一緒になるっていうね。 あはいはい、もうあらすじありがとうございますと、ねはい、<laughs> いうことで、丁寧になんか説明しましたけど、はい、まあ簡単に言いますと、あなたがエロ毛のこと馬鹿にしすぎるからね、うん、リップグリップ、岩永くんが、まあ、俺の仲間なんだけども、うん、それに反応してくれてもうあの、ね、もうここのラジオでは何回も、ね、言った、マルスしかないっていうね、うん、<laughs> あのぼかしながらも、もうあなたに対して、ね。 もう予告をしてるわけですよね。はい、で、まあ、うん、そこで、僕は殺されて。いや,いや、殺されてないですよで。このシャープ9は、空らたち前で追悼番組。うん、最果ての先生は終了してから。うん、で、シャープ10からは、そのピン芸人の、とにかくエロゲが好きな大山の冠番組が始まる予定だったんです。<laughs> 俺、俺の知らないところで。変な番組始めようとすんなよ。あの大山和也の妹の部屋で、くんくんペロペロラジオっていう。<laughs> <laughs> 丁寧にサブタイトルまで用意しやがって、ふざけんじゃねえぞ、お前、マジで。まあなんとか無事帰ってこれました、ね、いや、それはね、そうですけども、まあ正直、だからもうどんぐらいバチバチすんのかなと思って、もう向こうはね、正直もうバチばバチでしたけど、もうあなた、情けなかったね。うん、いや、緊張したな。情けない情けない、劇場行くまで足が震えたからさ。 震えてたし、うん、でなおかつその俺らがライブ会場入る時にもう岩永君スタンバイしててね、うん、俺らがねその劇場に入った瞬間ねも<う>の岩永君が気持ち悪いくらいの満面の笑みで出迎えてくれて「お前いょです溶けがあるぞお前 <laughs> 楽屋2階です」っていやそうねでもうその笑顔がさもうあのジョーカーの笑顔と一緒だね <laughs> <laughs> いやだからさ、お前めちゃくちゃひよってさ、マジ小声でさ、うん、殺さないでねって、ここ <laughs> だっせこいつと思って、お前、先輩だからな、お前の方が、もうさ、あった早々敗北宣言ですよ、ね、情けない男、本、ね、当さ、<う>ジョーカー思い出してさ、うん、<laughs> ジョーカーってその悲しきコメディアンみたいな感じじゃん、だからあいつどっかの階段で踊ってんじゃねえかなと思ってさ。<laughs> お前,お前マジで岩永君がいないところだと元気だなお前お前ライブ会場でお通夜ぐらいの感じでお前ずっとおとなしかったぞお前そうそう、ね、楽屋でもねちょっと岩永くんと俺は距離を置いて、うん、置いてたね、うん いやそしたらね、<う>楽屋入るなりね、うん、大山と岩永君がエロゲの話しだしてね、いやだからそれは俺は積もる話もあったしね、本当、ほんと薄暗い楽屋でさ、うん、抜きゲーじゃないと笑いにならないよねとかさ、<laughs> いやお前シナリオゲーって笑いにならないんだよねとか話を出して、やめろよ、お前、その裏側の話すんのよ、今後やりづらくなるだろう十分、シナリオゲーの話してるあなた方、世間から笑われてますよって、な <laughs> めんじゃねえぞ、お前、マジで。 俺たちには俺たちの悩みがあるんだよお前そのエロゲーならではのいやでさやお前らがさエロゲーの話しかしないからさだんだん楽屋がエロゲショップみたいに見えてきてさ <laughs> いいそれお前だけで別にそんな俺は配慮してこっそり喋ってたよ別に<や>もうみんなにアピールしてるつもりじゃないからねお前たち大山がおったらそこはエロゲショップやみたいなさ <laughs> <laughs> 長野さんのことばかり言るネットのスレッドみたいないじられ方しなきゃいけねえんだよお前 <laughs> でさ何が悲しいってさあの、うん、劇場の周り池袋だったんだけどさラブホー街でさああラブホだだらけだったじゃんの外の劇場だったんだよねその吉本の劇場じゃなくてだからさ行けてる男女がさそのホテルに吸い込まれていく中さ、うん、薄暗い楽屋でさ抜き毛がどうのこうの話してお前らがさ <laughs> 悲しくてさ。<laughs> 格差社会ってすごいなと思ってさふざけんじゃねえぞマジでお前なんかタラバガニ食ってる金持ちの横でさカニカマ食べてる貧乏人みたいなお前お前俺らがモテねえからエロゲやってると思ってんのかお前なあわないの岩永くんはモテるよ多分そうだけど知らないけどねいやあれはモテねえだろお前マジやめろお前お前俺がモテないっていうのはまだいいけど岩永くんのこと言うのやめろよお前マジで いや長くはモテてますよ。だって高学歴だしね。しかもね。うん、ね。<ー>でねライブ始まって。 ネタやってトークコーナーみたいなところで、岩永君と絡むことになって、まあね、その作家さんがね、だからもうそこで場を用意してくれたというかね。うん、そうそうで、俺はそこで殺されるんだろうなと思っててさ <laughs>、うんで、お客さんにさ、この番組、ラジオ、聞いてくださってる方うん、うん、いらっしゃいますかって言っ8割ぐらいの人が手あげてくれてね。ああ、そうそう、だからね、これも意外にびっくりしたんですけど、結構、これをのラジオ聞いてくれてる方がね、あの実は来てくれてたみたいで、うん、その、カラタチ・オと、リップ・グリップ・岩 中マッチが見れるっていう、あのなんか、本当になんか、勘違いされてきてる方がいらっしゃったんじゃないかっていうぐらい、あのもう俺らを見に来てるお客さん、結構いて、びっくりしてさ、そうそういや、だからリスナーが前田が殺されるのを見届けに来てるっていうかさ、本当の意味では、いや、そうね。うん いやでさ、あの撮影 OK みたいな感じだったからさ、みんなニヤニヤしながらさ、スマホでこう撮ろうとしててさ、多分次の日のワイドショーとかでさ、あの視聴者提供の映像みたいな感じで流れるのかなと思って、事件直前の加害者と被害者みたいな。<件> <laughs> 起きた場合はですよ、あでもう、あなたなんかもう早々にひよってるから、だからもう両サイドで距離を置いて、絶対近づかなかったじゃない。うん もうほんと犬猿の中みたいな感じで、うん、でさまたリップグリップの2人がさ、うん、その全身真っ黒のさ、うん、ネクタイまで真っ黒のスーツ着てたじゃんあ衣装ねそうそうそう<ー>もう俺それ喪服にしか見えなくてさいや別にあなたのためにそれ新規で着替えたわけじゃないんですよ前田殺して葬式までやるつもりじゃんと思ってさ <laughs> そこまで楽しもうとしてねえよ別に向こうもよ葬式までワンセットでよ <laughs> やめろ岩永君は岩永君でさ、うん、やっぱり言ってたんだけど、なんかこういう話をするとさ、俺らのアカウントってハッシュタグやったらつけるじゃない。うん、だいたいリップグリップ言わなかった入ってるから、うん、俺は今日は一体何を言われるんだって震えながら、うん、そその聞くっていうね、うん、その最初はラジオ楽しみに聞いてくれてたわけよ。だからエロゲーのこと俺がしゃべるしさ、だけどもうだんだん怖くなって、聞きたくなくなってきてるみたいなことも言ってたからね、うん、そのハッシュタグがついてる時リップグときは。 ってついてるとああまた俺前田になんか言われるんだろうなっていう,、うん、そ,うそれをずっと興奮した状態で話しててねいやそりゃそうよ、うん、向こうあなた迷惑かけてますからね、うん、あの前田さんは一線を三回超えたって言ってたからね <laughs> いやだそうですよ、うん、それこそねだからライブでも言ってましたけど、うん、やっぱ気になったところはあなたがねそのエロゲーのクリエイターに、うん、庵野寛之さんみたいな方っていらっしゃるんですかっていうディスをしたわけですよ<ー>だ有名なクリエーターいますからこっちの業界にもって 安ン秀明がいるってこといや今さ安野秀ヒみたいな方いらっしゃいますよえじゃあさ痴漢者トーマスの続編で新痴漢者トーマスとか出るわけいやだからお前お前さやめろ痴漢者トーマスに触れんの今あの本家のブランドすらもあんまり触れてないというかあのブランドなくなっちゃったしなあなくなっちゃった倒産しちゃったの倒産しましたよだから関係ないよ痴漢者トーマスは関係ないけどちょっとブランド解散というか警視庁入ったそういうことじゃない いろいろだからエロゲ業界も不景気になってきてるんですよ<ー>だからそこに関してはだから痴漢者トーマスに関しては通はありますからね一応言っときますけど,ど、えー、ねでねまあ本当いろいろ岩永君に文句言われてねでもあの他の芸人さんがね、うん、間に入ってくれてたから、うん、そう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 んだそんうだまあさすがに公の場ではっていう感じではありましたけどもね、うん、でその後、ね、あのライブ終わってその,そのライブの作家さんが俺が殺されなかったのを見かねてあのまた俺と岩永君もさ同じライブにブッキングしようとしてきて <laughs> 岩永君に スケジュール聞いてたじゃん。<laughs> <laughs> いやだから違いますよ、だからそれはなんかもうこのラジオ聞いてくれてるから、うん、なんかそれでライブしたいですって言ってくれてたわけよ。いやそしたらさ、岩永君がさ、僕はお客さんが笑顔になってくれるなら、何でもやりますよ、そのために前田さん殺そうとしてるんですから本当、<笑><笑>悲しきコメディアンだよ、あいつは。<laughs> やめろ、<laughs> 上海いじりすんじゃねえよ、お前、マジでよ。いや,でいや、だからその次のライブがさ、うん、その俺たちにとってのザ・セカンドだなと思ってさ、<laughs> <laughs> 殺しそびれた芸人にもう一度チャンスを。<laughs> おお前お前これで「タグザ・セカンド」がついたらややこしいことになるぞお前全然ザ・セカンドの話してねえじゃねえかみたいになるだろうお前ややこしいいやーねだからいやでもね俺ね聞いてしまったのよ実は何ですか楽屋の離れたところでさ岩永君が話してるのが聞こえてしまったのよあのね僕岸隆野さんにお世話になってるから あんまり体つさんのラジオ面白いって言えないって言ってたのか <laughs> だからさいやいや俺さあいつさあのバグバグの鉄砲玉かと思ってたんだけどさ、うん、もしかしたらあいつら岸隆之さんの鉄砲玉かもしれない <laughs> いやいやだとしたら俺もやられちゃうんじゃねえか仲間だと思ってんのにさ岸隆之さん会った時あんないい人だったなだったが使って俺を殺そうとしてるのかもしれない <laughs> やめるよお前マジでいくら弱小とはいえさ<の>ライバルは少ない方がいいじゃ若いねんどいて た方がいいみたいなことなんですか、うん、いや多分ツイッター社はね、<laughs> 多分それ察知してシャドーバンしたんじゃねえかなと思ってんだよね <laughs>。そんな察しよくねえわ。<laughs> その、岸田からのシャドーバンの件に関しては、全然関係ないですからね。いやだからそれのね、おかげというか、なんというか。うん もうね、これ、ほぼ決定ですけど、うん、えー、空立ち前だと、リップグリップ、岩永の対決ライブみたいなのね、うん、行うことになりましたよ。うん、えー、どうですか、スケジュール聞いて。いや,いや、一応、今んところ空いてるのが怖いんだよね、<laughs> <laughs> スケジュールが。えー、まあ、結構先、7月の末ぐらいに予定か、ねうん、月ぐらい先だから。 ついにだから、いや、だから本当は、そのライブで決着して終わる予定だったんですよ、正直。うん、で、俺もなんか相方もひよってるし、このまま相方が謝って終わるんかなと思って、で、ライブのね、トークコーナーでも、まあ、意外にあなたもおとなしく敬語でしゃべるっていう感じで。殺されたくないからね。<laughs> で、やっててね、で、最後、じゃあもう仲直りの証として、うん、じゃあ、皆さんで写真撮りますかっつって、岩永くんと俺と相方で撮りますか。 で言っ言たんですよそしたら、相方がねあの、いや、ちょっと僕は取れませんみたいな、うん、軽拒否みたいな、うん、軽拒否、まあまあまあ、だから、そういうのもあるから、まあ、ちょっと今まだ取りたくないんかなっていう、うん、まあまあ、ちょっとほやほやだしね、うん、その、って思って、俺と岩永君のツーショット取ってたんですよ、そしたらね、本当に笑いにならない声量ですよ、気持ちやるって言ったんですよ、こいつ、まだやる気だわと思って。<laughs> ああ、そうか、みたいな。表舞台でやるならプロレスですよ。もう誰もさ、いないというか、お客さんのいないとこでの、ここへの笑えない気持ち悪は、もう完全にかましに来てますからね。それ聞いて、リップグリップ、ながくんもそのライブやりますかって、それやりますよ。もうあなた倒しに行きますよ、と。もう、バチバチです。いや、池袋のラブホガイでさ、薄汚い、その、エロゲオタク二人がツーショット撮ってるのって、ほんと気持ち悪かった。お前、いい加減にしろよ、マジで。 もうそのせいでもう、じゃあ、これは形にしなきゃということで、うん、もう、あのー、もう、ザ・セカンドですよ、そういう意味では。いや、内部タイトルはザ・セカンド。いや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 、殺しそびれた芸人にもう一度チャンスをってい。<laughs> いや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 あ、やばい、お前 <laughs>。ザ・セカンド、完全にハッシュタグついちまうだろう、あんま。タイトルだけさ、タイトルだけ芸人がザ・セカンドって言ったら、もう、あっちの、本筋の方だと思うからさ。 いやーっていうのはありましてね、だライブやりますんでよ、興味ある方はね、ちょっと情報がね決まり次第また発表させていただきますんで、よろしくお願い,します、うん、いやでもさ、それ、お前らが話してるの見てさ、はいそのあ、芸人同士でなんか同じ趣味持ってる人って、羨ましいなとはちょっと思ったけどね。いや、だってあなただって別に俺もさ、やっぱ、うん、グランジの遠山さんとか、半尿のカナダさんとか、うん、仲良くさせてもらってるんだけど、うん、やっぱまだ仲間というよりかはさ、俺は尊敬の念で向こうを見てるからさ。な それこそ、カナダさんとかさあの、桜坂の東京ドーム終わった後に、うん、あのに、合流して夜中の2時ぐらいまで、うん、桜坂の未来について感想を話し合ったりしてたのよ。<laughs> いや、なんかお前のそういうこと言うと、なんか俺のメンツ弱いみたいな感じになってないか、大丈夫か、夫岩永君とか松崎さんとか。俺さ、たださ、ああ今年のお正月、うんうん、俺、カナダさんに明けおめラインを送ったのよ。 桜坂をこれからも応援し続けましょうみたいなテンション高めの、で桜坂の公式のスタンプ、LINE スタンプとかもばーって貼りまくって送ったらさ、の一言、うん、夢中のため新年の挨拶は控えさせていただきます返信来でさ。<laughs> それは、それはしょうがねえわ、夢中なんだもん。いや、俺知らなかったからさ、いや、それはしょうがないな、別にお前も別に悪いわけじゃないけど、そこはちゃんとね。そっから会ってないんだよね、ね <laughs> ちょっとお前、失礼しちゃったから、うん、じゃあ、これねあの、なんとか届けてね、うんあの、反省してますっていうのがね、届けばいいですけども。いや、桜坂ファンにもね、届いてほしいよね、うん、このラジオ。 いやあなた届いたらあなた<や>あなた大丈夫なんですかいや推しにも届いてほしいなと思ってずっと言ってるけどさ推しとか聞いてくれないかなと思ってんだよねあ,あなた聞いたら聞いたらあなた嫌われますよあなた余計なことばっか言ってますからね俺は嫌われないお前は嫌われないおめえだよ <laughs> おめえに決まってんだろお前さんざんこっちの業界のディスかましやがってよお前 <laughs> いや気持ち悪い方をディスするのは別に構わないじゃん <laughs> 構うわ 俺が気持ち悪かったら変だけどいやいやいやお前も気持ち悪いよもちろん <laughs> でディスってるし最悪ですよもう俺竹本悠ちゃんにさ前その『アメトーク』出た時にそのちょっと前に見いぐりがあったからさオンライン握手会あの竹本悠ちゃんに言ったねあのアメトーク出るんで見てください」ってしたら「絶対見ます」って言ってくれて。 たださあの桜坂のメッセージアプリみたいなのあるよ、LINE みたいな感じでそのメッセージ送ってくれる、おはようとかちょっと長い文章も送れるんだけど、うん、それがさ、アメトークってだいたい夜11時15分ぐらいからぐららいからだね、うん、まあ放送されるじゃん、うんあの、当日夜の10時50分ぐらいに竹本結いちゃんからおやすみって来て、結 <laughs> <laughs> いちゃん、寝ないでーって <laughs>。<laughs> もう寝る時間ですよ絶対見てないじゃんと思ってさ、いやそれはもうしょうがない、もうそれはだから、オンライン会社の時は言ったけど、うん、でも眠くなっちゃったんで、それはしょうがないね。いや、次のミえぐるの時に見ましたよって言ってくれてたから、まあ、俺は信じてはいるんだけどね、<laughs> まあ、録画してくれてたんじゃないですか、<ー>そこに関してはね。うん、まだよけど、オンライン会社って短いから、別に感想とか聞けてないから、感想は聞けてない、だから、もしかしたら見てない可能性もある。<laughs> お前、これ聞いて、お前 <laughs>、推しが喜ぶと思うのか、お前 <laughs>。 いやーねでもそれにしても 2>、はいえー、2回前ですか、これ9回目だから、はい、エロゲ祭りやったじゃないですか,かエロゲ長文祭りね<ー>、はい。どうでした、反応ありましたう <laughs> ーん、まあね、まあ本当によく言えば賛否両論というか、<ー>なんかピが多かったかなーなんてさ、<laughs> 言いたくないよ、俺だってさ。 なんかさやる前とかはさみんな祭り上げてさ、うんうん、エロゲオタクもぜひやりましょうなんつって、うん、俺も調子よくなってい <laughs> くぜみたいななんかエゴさした感じさ、うん、エロゲ好きもちょっと引いてたよねいやだか納得いかないというか、うん、エロゲオタクがあんだけ騒いでたのにいざ放送終わったと感想少ねえんだよ <laughs> マジでよどうなってんだそこに自分たちを客観的に見てしまったんだろうね <laughs> いやーなんか これさ、例えるとさ、あなたたちの方面だから、あなたたちも分かると思うんですけど、そのアイドルグループが卒業するってなるじゃないですか、推しとかが。それで、卒業してソロで活動しますって時に、ソロでも応援するよってファンの方たちがいたわけですよ。ねソロになってデビューした途端ふわーっていなくなる、あの現象。それと一緒の状態よ。エロゲオタク祭りしたら、エロゲオタクいなくなったのよ。マジで。 どうなってんだよこれって <laughs> 散々待ち望んでた形じゃないですか <laughs> 第7回あのなんか一番再生回数少ないし YouTube もさ <laughs> どうなってんだよマジでよいやあのさっきちょっと小耳に挟んだんですけどあ,あ,あのエロゲ長文祭りの後に、うん、のなぜか普オタが激増したらしく <laughs> <laughs> 必死に薄めようとしてるっていう。<laughs> <laughs> <laughs> カルピスこ濃すぎたから必死に水入れてるみたいなさ<笑><笑>だ、ね、誰が元気だよお前 <laughs> カルピスのいやーっていうのがありましてね、うん、だからもうお願いしますよエロゲリスの皆さんやったらやったでいなくなるのはなしですからね、うん、本当に、うん、これだけは言っときたかったよ、うん、本当に俺もドキドキしながらさオンエア待っててさ、うんうん なんか1時間か2時間してさ、エゴサしたらさ、なんかあんまりいい意見ないからさ、あれってなってさ、あみんな待ち望んで熱い文章を送ってきてさ、なんかなぁ。で、なんならその長文を送ってきて、読まれた人も別に反応してなかったりするからね。いや、だからそれ俺もちょっと思ったけど、言うのやめといたんだよ言わない方がいいかなと思って、来なくなるだろ、そんなこと言ったらさ。 いやーっていうのがありましてねだからもうエロ行宅の皆さん、はい、お願いしますよ長文メール祭りまだ俺はやろうと思ってますからね <laughs> ま,まだやろうとしてるんですけど <laughs> <laughs> 俺は思ってますよ、うん、皆さんの意見があればできますから、うん、いやーぜひお願いしますということでねはい,いそれでは参りましょう N93 からたちの最果ての先生 とというこでねまずタイトルコール終わりましたけどもねお昼の帯番組のコネクトっていう最果ての先生紹介してもらったらしいんですよでそれがなんかそのどんな感じで放送されたんですかねでもお昼の番組でしょそうそうそうお昼の番組でグルメ情報とかそういうのが多い感じじゃないのいや俺もそのちょっとごめんなさい聞いたことないんだ多分グルメ情報とか放送してるときに多分ガガガガガガって音声が乱れ始めてさガガガガみたいな感じでそういうことではない でプツンと時に出て「どうも体ちの大山でーす」みたいな。<笑><笑> あのこの間、エロゲショップ行ったら、<の>おまたからアルコール消毒液出るやつあったんですけど、そこじゃねえぞ、<laughs> そこが使われるわけねえだろ、そんなハッキングでもされない限りを、そこ切り取るか、お前。いや、もはやテロよ。<laughs> いや違う違う、そこは配慮していただいてというか、で<や>しかも経緯も、ね、あってね、そのコネクトって番組に、からたちの,のさやたの先生紹介してくださいっていう応募があったみたいなで、その不健康運動さんって方がね、応募してくれたらしいんですよ。うん、だからそれは非常にありがたたいいいのでこう紹介していただいた ってい子供がさ「島次郎」見てたら「ナショナルジオグラフィック」流れてきたもん感じで生々しいっていうかれキレキレに立ってなお前マジでよ。でんかその内容自体は僕が聞いてないんですけど一応そのね作家とかが一応リサーチみたいなのしてくれて一応概要というかこんな感じだったっていうので「前田はアイドルオタク大山はアニメゲームオタク」と紹介されエロゲのことは目さ ということで、やっぱそのお昼仕様になってたという <laughs> あなた、ゲームオタクとして紹介されたんですよ <laughs>、それじゃあさ、普通にゼルだとかさ、ック x やってる人みたいな感じ。<laughs> いや、もう可能性はありますけど、だから、多分あなた方面のニュースを多分採用してくれたんだと思いますねあ<ー>、で、のそのコネクトには、デカミちゃんさんがね、出てるんですけど、うん、僕ちっと聞きましたよ<笑><笑>ツイッターとかでも見ましたし、一応ね、どういうこと言ってたかっていうと。俺、ディスられたって聞いてなか, <laughs> から。 読もうとしてんだ早いんだよお前気が早いなだから同じアイドルマンでも前田さんとは気が合わない前田さんと似てる人100人以上いる 私の知り合いにも20人ぐらいいると。軽くディスが入ってたということになってまして、さらにデカミちゃんさんがですね、あの、金の国のファンなんで、最終的に玉丼の告知をされるっていうので、あの、俺らの告知が右から左へ受け流されるっていうね、話ですよ。一回ね、でもあなたもその、ね、デカミちゃんさんと共演したことあるじゃないですか、私もね。その時に。イもフォローしてくださってます俺もそうそう、一緒に共演したからね。だからそこでアイドル、 おの話はしなかったんですかツイッター総合フォローしてる人にさ、うん、前田さんと似てる人100人以上いるとかさ知り合いにも20人いるとかさ、うん、結構ひどくない<笑><笑>いやいや,いや,いやでもあなたはそういう顔ですからね言ったら「軽くディス」って書いてる軽くじゃねえんだよ<笑><笑>やめろお前デカミちゃんさんにも仕掛けようとすんなお前関係性増えすぎんのリップグリップ岩が <laughs> デカミちゃんさんみたいな関係性増やしていくんなよお前っていうのがあってねまだ告知していただいたみたいなんでそこはね非常にありがたいと思い 俺がパイパイイデデカカささんんじゃななくてデカミさんに殺害予告するしかいやあのー、関係性作るのに殺害予告ってマストじゃねえからマジで <laughs> お,前お前なんでそうしないと育めんねえんだよ関係性をよそういうことじゃねえから <laughs> 3ヶ月後にデカミさんとのライブが決まってるかもしれない <laughs> <laughs> そっちの方が集客ありそうだな <laughs> なんか。 と <laughs> ということでね、はいはい、メール紹介します、はいえー、ラジオネーム負けないかっぱ巻さんからですね前田さん大山さんこんばんはこんばんばは先日発覚したビッグニュース乃木坂46の猪木真央ちゃんと日向坂46の正源寺陽子ちゃんがいとこだったという件大変驚きました言われてみればどことなく顔の系統が似ている気がしますところで前田さんは桜座 だといわゆるタヌキ顔の竹本結衣ちゃんが、うん、日向坂だといわゆる狐顔の金村美くちゃんが推しメンだと思うのですがどうして顔の系統が全然違うお二人を推すことになったのでしょうかやはり何かビビッときたのでしょうか何かエピソードがあればお聞かせいただけると幸いです大山さんの好きなタイプには興味がないので地元群馬でよく行っていたごはん屋さんがあれば教えてほしいです。 大山さんの地元の近くに住んでいるので、今度行ってみます。推しに届け、舐めてんじゃねえぞ、お前。<laughs> 負けない、カッパ巻き、お前。な俺の興味ねえからってよ、群馬でよく行ってたご飯屋さん紹介しなきゃいけねえんだよ、お前。<laughs> ガストとかだろ。な <laughs> <laughs> めんな、お前。チェーン店しかないわけじゃねえんだよ。もう、まあ、味見です。<laughs> 味見 味見っていうね、あのデリバリー専門のラーメン屋があるんですよ、20年以上前からデリバリー専門、ウーバーイーツの先駆けの、味見っていうね、<laughs> うん、めっちゃ近くに、あの配達しかやってないラーメン屋さんあるんでね、あの見つけられたら、あのデリバリバしてみてみくださいね<で>、はい、やっぱあの坂道ファンの方は、前田さん、大山さん、こんばんはって、ちゃんと俺の方を前に持ってくるんだよね <laughs> 分かってるからさ <laughs> いやいや、逆もしっかりで、そのエロゲオタクも俺の方を立ててくれてるよ、それは。 大山さん前田さんにし,、はい、してくれますからねでこれねその先日発覚したビッグニュースですよまあこれはね公表してなかったってことなの公表はしてなかったけどいよき真央ちゃんが先に行ったのかな実は日向坂にいとこがいますみたいなあなるほどねだからもでも大騒ぎを G7 どころじゃなかった俺 <laughs> いやそれ言われちゃうと俺もコメントしづらいのよ、うん、G7 も大事なイベントだからね 2>, 2, 人2人とも兵庫出身なのよ、うんはい、だからさ兵庫ではいよき、はい、ってねこれ 多分知ってる方はいると思うんだけど、500にしろって書くんです。そうね、だいぶ珍しい名字だよね。正源寺もめちゃくちゃ珍しい。めちゃくちゃ珍しいね。どっちも聞いたことないもん。いや、だからさ、多分すごい一族なんだと思うんだよね。まあた、ね、多分地元の豪族とかさ、そんな感じだと思うんだよね。正感じっぽい感じはするけどね。すごい,いとこだなと思ってさ。で、川の系統似てる気がします。うん、言われてみたら似てるの、それは。ああ、確かに似てるっちゃ似てる。 ああでも言われないと全然でもいとこって言われたらうんでも分かる気はするなんとなく言われないと分かんないぐらいね、うん、あなたのでもいやでも確かにねいとこっぽいっちゃいとこっぽいんだけど、うん、いやこのそんないとこ同士でさ美少女って揃うもんかねと思ってさ、うん、まあね珍しいっちゃ珍しいよね、うん、それに比べてうちのいとこはって考えてる <laughs> <laughs> お前これいとこ聞いてたらどうすんだよ、うん、お前よ 俺が鬼越智奥さんの YouTube チャンネルで話してじいちゃんの保険金使い込んでることばらしやがって<笑><笑>親族にお前お前それれそれのせいだろお前恨んでるだけだろお前がよ 同じとこでも大違いだよ <laughs> であなたに質問が来てて、だぬき側の竹本結衣ちゃんと、狐顔側の金村美空ちゃんっていう、<ー>その系統が違うお二人を押すきっかけみたいなのが気になってるみたいですよね、ほら結局、好きだとね、確かに顔の系統は全然違うんだよね。あでも、明確な理由はないけど、まあ、そんなもんじゃないですか。 理由ってあんまないっていうかさ基本日本人とかさクリスマスでキリスト教をお祝いした後にさ1週間後ぐらいには神社行って初詣とかしてるわけだからさえそれと一緒ですか本当に違う神様だからさまあまあだけどまあどっちも好きってことよね柳川もきつね川も好きってことだイメージとしては竹本結いちゃんは幼馴染で仲良しなんだけど中学に上がった頃から恋愛感情が湧き出した異性みたいな感じ 金村美空ちゃんは駅で見かける別の高校に通ってる女の子みたいなイメージもっと言うとなんか竹本ゆいち一は守ってあげたくなるような感じでべらべらしゃべんなお前金村美空ちゃんは遠くから眺めておきたい感じなんだその設定を結婚するなら竹本ゆ一はゃん。<laughs> いやいや で家の近所の綺麗な未亡人でいてほしいのが金村美来ちゃんと <laughs> そんな感じは俺の中のイメージそこ,そこまで聞いてねえんだよ、べら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 よ、一つの質問に銃で返してくんのよ、お前。と <laughs> いうことですね、はい、これで満足でしょうかということで、えー、もう一通ご紹介します、はい、ラジオネーム、サヌーマーンさんからですね、はい、私は最近、ラジオのトークテーマにたびたび登場する千葉ロッテマリーンズのファンです。はい 以前前田さんが海浜幕張に向かう際千葉ロッテのファンが怖いというお話をされていましたが、はい、怖がる必要は全くありませんというのも千葉ロッテの岩下選手は自身の登場曲に、えー、欅坂46のオーバーバチェアを使用しているからです岩下選手は自身の背番号が46番であることにちなんで欅坂46のオーバーチェアを使用し始めたという経緯があります、うん 局長がこれからマウンドに上がるという戦闘準備の状況とマッチし、ファンの間でも人気となっています。登場曲がかかるとスタジアム全体が盛り上がり、アイドルのライブに負けないくらいのおたけびも聞こえます。岩下選手のおかげで、欅坂46の存在を知った方も多く、私もその一人です。 そのため千葉ロッテファンで桜坂46欅坂46を認知している人は多くドルタを避けずんだ目では見ていないと思いますまた2018年には欅坂46の長浜ねるさん今泉由衣さん小林由衣さんのお三方が ロッテの開幕戦で始球式を行ったこともあります懐かしいなこれこのように、えー、千葉ロッテと桜坂46かっこけ坂46には実は密接な関係があるのです前田さん今こそドルオタとロッテファンが手を取り合い前浜のディズニーカップルを一緒に駆逐しましょうちょっとこれ長すぎやしねえか <laughs> ちょっと おい桜坂ファン長文メール祭りが <laughs> 差し込まれてんな、これちょっと。<laughs> いや、だから。なんだよ、これ。ちょっと長えじゃねえかよ。お前、俺らのことディスってたけど、お前らも長えじゃねえかよ。<laughs> いや、だから、エロゲ長文祭りを多分聞いて、あ、これくらいの分量でも大丈夫だって思ったんだ <laughs> 長えってこれ。俺、めちゃくちゃ喋ってんじゃねえかよ。エロゲオタクの文章でもねえのによ。 めちゃくちゃ長えわ、1つ目と2つ目。2>, <laughs> 2ページに渡りましたから。俺も読んでる中で、ちょっとおかしいなって違和感感じながらさ、読んでたけど、長もう入ってこねえよ、お前。桜坂46、かっこ欅坂46って、かっこまで使わされてんだぞ、こっちは。<laughs> どうなってんだこれあなた分かりましたか質問がいや分かりましたロッテファンは優しいとオタクにいや確かに欅坂のオーバーチャーとか最高ですからねあそうですかんかその盛り上がるみたいなそうそうそう俺もこれんか聞いたことあるの野球選手でその欅坂の曲を使ってる選手がいるみたいな登場して曲で選手は知らなかったけどそれを使ってる人は知ってたわけねなるほどねでもさ慶応戦でみんな行くわけよ ロッテファンもディズニーも坂道グループもまあだって一緒だもんねルートかね、うん、だからごっちゃになるよりかはさもうそれぞれ固まってた方がいいのかなと思ってあの三色そぼろ丼みたいな感じでさ <laughs> そうすれば見解になんないのかな <laughs>、うんうん、あ,あんまないぞ女性専用車両みたいな感じで車両を分けるの聞いたことねえぞ、うん、お前でもそのロッテファンは優しいかもしんないけどさ <laughs>、うん、あの選手の方はさ最近さももクロとかさ元乃木坂の人とかと結婚したりしてないじゃん元 AKB の人とかああだってね野球選手とかアナウ コンサーとかね、結構そういう芸能関係の人とお付き合いされて結婚される方多いからね、うん、だから警戒しとかないといけないのよね俺たちはお宅 <laughs> たちみんなで見張っとかないとさ手を取り合えないのね、うん、あなたたちはそこに関してはね、まあ、とりあえずロッテファンとは有効条約を結ぶことにはします僕は、うん、表情はみたいなただ <laughs>、うん、してますけどロッテの選手がメンバーに手を出した時はお、うん、クたちによるロッテの商品不買運動に発展するんで覚悟しといてくださいだ <laughs> お前らが不買いになったところで影響ねえわお前 <laughs> 何万人いると思ってんだよそれプラス野球ファンの人たちだけだからね<ー>両方かぶってる人が不買いするわけであ,<ー>あなたなんか買ってないわけですからそもそもね <laughs> えということで番組の感想や普通にオタクなメール普通おたお待ちしておりますアドレスは最果てテアットマーク t b s c o j p ですメールお待ちしてますて先生 最果てのオタニュースこのコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田がですね、最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し、考察していきますということで、はいはい、じゃあ、あなたからいきますか、はいはい、じゃあ、最初のニュース、お願いします、はい、桜坂46、森屋玲奈ちゃん、ドラマ出演が決まるも、妊婦役だということが分かり、オタクの間で身に覚えがない、誰の子だと悲痛な叫びが相次ぐ。<laughs> どういうことですか、これを。あの、ドラマの話ですよね。はい。その、実際に起きた話で、オタクが、その騒ぎ方をするのはわかるんですよ。うん、ドラマの中の、配、うん、役で、妊婦の役をされてると。ね、で、オタクたちが、身に覚えがないぞと。<laughs> 誰の子だと。そうど、どういうことですか、その境目、分かってない,みたいなこと。いや、まさしく推しの子ですよ。<laughs> <laughs> お前, <laughs> お前ついにこっちの業界まで使って例えてくるようになったのお前いやこれねなんかットフリックスと TBS がやるドラマらしいんですよ <はい S 2> でなんか「離婚しようよ」っていうドラマでなんか「工藤勘さん脚本だったかな確かあ有名だねそうそうそうだから多分結構人気出るようなドラマだと思うんだけどま,あまさかのアイドルがさ妊婦役っていうさ まあだからそこもちょっと衝撃的な設定っちゃ設定なのかにもいるとは思うんだけど、うんうん、なんかそれこそ昔ね14歳の子あったじゃない14歳の子が妊娠しちゃってみたいなのか、ねうん、だから他のメンバーのお宅がさ、うん、その森谷怜奈ちゃんのお宅にさ寝取られたのとかツイッターでかましたりしてんのよかわいそうでさ <laughs> いやまあねその情報もねあの森谷怜奈ちゃんそのレナーっていう愛称なんだけど、うん、レナー妊娠してんじゃん寝取られたのみたいなことを。<laughs> いやお前がここででニュースで言ううのがが番かわいそうだろうお前, <laughs> なお前がさお前が言うことによってまたそれがフワーって広がってくんだからな、うん、お前いや俺もさやっぱその、うん、気持ちが落ち込んでさもし自分の推しがドラマに出て妊娠とかしたらどうしようみたいな <laughs> だから妊娠し,してねえのよ、うん、役なのよ、うん、それはだから実際してないですから、うんね、アイドルだってね一応ねいろいろ考えてそう行動してますからそんな いきなりね激しい動きはしないと思いますから,、ね、から今さ桜坂,あの,桜坂の,あの全国ツアーやってんのよ真っ最中なのよだからその妊婦姿にさショック受けたあんまりさあの現実とドラマがごっちゃになったお宅出てきてさ <laughs> 妊娠してるのにツアー大丈夫かみたいなこと書いてる <laughs> もう意識が混濁してんのよもう <laughs> いや混濁してるか知らんけどさで目覚まさせてやるよじゃあもっと周りのお宅仲間よ いや何が怖いってさその冗談で言ってるのか本気で言ってるのか分かんないからさまあネットだとより分かんないよね<ー>そこに関してはね。ということであのドラマの話ですんでね、はい、あの大丈夫です,大丈夫ですということでね、はい、じゃあ続いてはじゃあ私はご紹介いたしましょうゆず、えー、ソフトトレンド入り。 ゆずソフトとということになってまソフトクリームの話ですで <laughs> そうですねあのブランドのゆずソフトっていうブランドエロー会社のねブランドがあるんですけど、うん、それが一時トレンド入りしたんですよ<ー>でもう完全に捕まったね、うん、<laughs> 違います <laughs> 家宅捜索入った前お前,お前,お,前お前何俺がだとしたらこのニュース上げると思うかお前 <laughs> な捕まったねえじゃねえんだよ、いや、だから、これ、なんでトレンド入りしたかっていうと、うん、このゆずソフトっていう会社があの、コラボカフェっていうのをやったんですよ、ゆず<え>コモカフェっていうので、あの5月18から5月30日の間あの、どこかのカフェとコラボして、そのキャラクター、それ、向こうは許してるのいやいや、エロゲ当たり前だよ、もう盛り上がってるからね、らよくさあの、うん、変なの入ってん前お前やめろ、よお前。 だからよくあるのがフードメニュー頼んだらランチョンマットついてくるとかね、うん、そのゆずソフトのキャラクターのとかドリンク頼んだらコースターついてくるとかドリンク頼んだらさ入ってるとかないの <laughs> お前普通おいやめろお前マジでお前ゆず <laughs> ソフトさんに迷惑かかんだろお前今コラボ顔やってんだよお前ちゃんと衛生管理しっかりした状態で出てますから <laughs> <で>茶箸立ったみたいな感じさおいおやめろ今日は縁起がいいぞみたいな <laughs> やめろマジで、お前、いい加減しろよ、本当によ。いや、だから、それでなんでトレンド入ったかっていうと、もうあまりにも大盛況で、もうなんかもう本当、何時間も待たされるぐらいのもう大盛況っぷりで、それを、みあ、側から見たオタクとか、並んでるオタクの人たちがつぶやいてトレンド入りしたんじゃないかという話なんですけどもね、ゆずソフトさんに関しては、キャラゲーを主にあの作られてる会社なんですよ。 の作品はあんまりプレイしてないっていうのがあるんですけど、うん、あのだから10年以上前ですよ、だからそれこそ、あのまだ自分のエロゲの中の方向性が決まってない時期というか、<や>そ芸人と一緒でね、<laughs> うん、ほら、俺たちもオタク芸人としてやってないとか、かエロゲも俺芸人も俺方向性決まってない時期あったからさ、だからそのにあに、あの初期の作品のね、ブラバンとかエグゼとかをやらせていただいたんですよ。うん、でその時に、ね、あこブブラランンドドは伸びるなと思って今もう一流ブランドだからね<ー> はだってまだ新規参入のブランドだったから1作目2作目の時はまだこれからのブランドって時、うん、えでもそんな行列並ぶくらいってことだもんね、うんうんえー、大盛況そのコラボカフェがねだも今これエロ芸界の一流ブランドだからね本当にゆずソフトってパチンコ屋の行列に並んでるやつよりかわいじゃお前やめろお前どっちの業界にもかます、えー、みたいなよ最果ての先生 続いてのコーナー行きましょう。おたかつボーダーライン。 ということで、時に常人の理解を超えてしまうオタクの行動、そんなオタクたちが今までやってしまった、もしくはこれからやろうとしている、これはちょっとやりすぎかなというオタ活を紹介し、ありかなしか判定していきますということでね、うん、これ、やったことありますよね。そうですねあなたがもうそれに対してありかなしかを判定するというものになってます、ねうん、だいぶ前にね、あの犯罪すれすれのメールお待ちしてますって言ったやつですね。<laughs> いやいや、別に <laughs>、仮に <laughs> そんな来ても採用しませんよね。 前振りであなたが入れたか知りませんけど、<laughs> ね、まずは一つ目いきます、えー、ラジオネーム、ロンリー赤ちゃんさんからですね、はいえー、AI チャットのチャット GPT で、竹本結衣ちゃんになってなどとお願いすると、推しと会話ができます。はいはい 例えば「何の食べ物が好き?」という質問に「私は竹本結衣として甘いものが好きです」と秒速で返信が来ます。私はこれで毎日推しとチャットを交わしているのですが推し活としてありですかなしですかということになってますけどもまあこれパッと見別にありですよね。ただね、うん、僕ちょっと気になるのが、はい、これ台本にまあ文章書いてあるんですけど、はい、これはそのロンリー赤ちゃんさんが送ってきた文章そのままなんですかね <こ>まあそのままでしょコピ,コピペしたって感じですかまあでしょういじる必要もないでしょうロンリー赤ちゃんさん、うん、大変な罪を犯してしまいました <laughs> 竹本結衣の漢字が間違ってます <laughs> これねロンリー赤ちゃんさんは竹本の竹を武将の武に <laughs> あのブックの本で書いてるんですけど、うん、本じゃなくてあの元旦の元の元です <laughs> そうね、あのこの台本には本の元になってますね、はい、僕のツイッターにもたまにこの,、うん、この竹本あの本の方の竹本で「私も竹本ゆうちゃん好きです」ってリプ来たりするんですけどブロックしてますね漢字間違ってるから。 本当にそれぐらいでブロックして小さい男だな、はい、お前一瞬ありかと思ったんですけど罰としししてなしにします <laughs> いやだってこれはさ俺も分かんないけどだってその竹本結衣ちゃんの,そのトークアプリみたいなのあるわけじゃない別にそれ入ればいいんじゃないですか、はい、と思っちゃいますけどねその推しにもねその貢献できるしとかあまあだからチャット GPT が流行りだからやりたいんでしょう。<laughs> <laughs> お前冷てえな間違ったやつにさ間違ったやつには冷てえなおめえは本当に冷めた男だよこいつは え続いてラジオネームまたですねロンリー赤ちゃんさんからですね、うん、本当にロンリーなんだろうな、ね、<laughs> 友達いないからさ俺たち今ラジオに毎回送ってきてさ友達だと思ってんだ <laughs> やお前私は自作の万華鏡に推しの写真を貼って推しを増殖させていますこの推し活ありですかなしですかというこれはロンリー赤ちゃん大発見じゃないか <laughs> 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 これはまだ誰もやってないんじゃないか、うん <laughs> お前手のひら返してな、<や>あんだけディスってたのにや、この手があったかっていう、う発明するとすぐ許すんだ,だね。いやーこれはありですね。<laughs> これはあり、うん、まあね、個人の趣味で楽しむ分には問題ないのかなと思いますし、うん、健全だしね,、まあ、だね。増殖といえばさ、俺も一回ねあの、眠れない夜にさ、うん、あの羊の代わりにゆいちゃんのこと数えたことあんのよ。<laughs> 気持ち悪いな、お前。<laughs> 寝れなかったね。あ<ー> <laughs> お前の言い方なんか怖えんだよ。<laughs> 眠れなかったね。じゃねえんだよ、お前よ。声 <laughs> 言い方しやがってよ。<laughs> これはありですね。<laughs> これはあり、うん、今度やってみますわ <laughs> 相方が採用するそうですうということですね <laughs> はい続いてラジオネーム不健康運動さんからですねああ応募して宣伝してくれた方です、ね、コネクトにねはいはいはい、えー、私には応援している陸上選手がおりその選手はライトノベル好きを公言しています、うん、以前ツイッターに部屋の写真を投稿しておりその写真に本棚が写り込んでいました 私はその写真を即保存し、写真を拡大して本棚のラノベラインナップを血眼になって解析しました。 このおたかかありででですすなしとということで<ー>これちょっと俺寄りなんで簡単に説明すると、うん、ライトノベルっていうそのオタク向けのまあ小説がまずあるんですよね、うん、まあオタクが好んで読む小説みたいな,なんか本屋さんであるよくアニメのやつが表紙になってるやつがあって、うん、まあ多分その陸上選手がまあツイッターに部屋の写真投稿してたらその写真にそのラ,イライトノベルっていうその小説が映り込んでいてでその写真 写真を見てあのそのラノベのタイトルをちょっと解析したいなっていうだから自分の好きな人が何読んでるか気になるみたいなことですよねこれってさ、うん、よく俺がここで話してるさアイドルのメンバーのランジェリーとか私物を特定するのと一緒なんじゃないの違います <laughs> そこまで言ってません だから俺は、そのなんていうの、その2次元以外でそんな応援してるものがないんで、だから陸上選手みたいなのがないんで、この人があれ読んでるとかっていうのは、あんまり感覚としてわからないんですけどあ、あるのがね、アニメであの主人公の部屋の本棚に、その現実世界にあるライトノベルが、まあだから、その協力。 同じ会社から出てるからか分かんないけど、ちゃんと現実に存在してるライトノベルがずらって主人公の部屋に並べられてるとかはあるそれとかは俺、ちょっと気になって調べたりはする。ああなるほどね。俺も前、昔さ、AKB の子だったかな、本当10年ぐらい前だけど、ブログに部屋の写真載せてて、本棚写ってて、そこに本が並んでたんだけどさ、自己啓発本ばっかりだった時なんかちょっと悲しかったなお前は、お前は誰かを傷つけないと終わらないのか。 <laughs> 半年後卒業したよ <laughs> <laughs> お前もう名前明確に分かってんなこれ出すんじゃねえぞ名前はあーということではいあなたのやばいお高津送ってくださいアドレスは最果て atmarkdbs.co.jp です皆さんからのメールお待ちしてます はいというわけでエンディングです、はい、ということになりましたけどもね、き、はい、今日はコーナーにオープニングトークにと、はい、いつもよりなんか多かった気はしますけども、どうですかね、今日はちょっと盛りだくさん。坂道大田区の方た,たか、ね、多かったというか、長かったんですよ。うん そこに関してはね、だから本当に前回の長文祭りでやっぱエロゲオタクが引いていってるんですよ <laughs> <laughs> 引いていってるわけじゃないですけどね何でしょうねだからその現象ねなんか不思議ですよねあんだけやってくれやってくれって言ってたのにさんなんか俺もなんだかななんて思っちゃいましたけどねそこに関してはねエロゲオタクの皆さんどうなんですか業界盛り上げたいんじゃないんですかっていうね思いましたけども ここに送らずに、ね、あのエロゲ批評空間とか、ね、そっちの方に送ってるかもしれないからいやいや批評空間は別にそれを送る場所じゃないんでね、うん、ということでちょっとねここで告知いいですか告知、はい、これは何ですが えー、<っ>まだ6月の初週とかじゃないですかねか6月3日にその桜坂の全国ツアーが終わったタイミングで「それがオタなのね」っていうグランジ遠山さんとの桜坂46だけを語りまくる1時間のライブがあるねああはいはい、はい、それにぜひ来てほしいなと思って皆さんに聞いてくださってる方ああなるほどね それがオタナのねあの桜坂46の「それが愛なのね」からもじったタイトルなんだけど、うん、今回あのニャンコスターのアンゴラ村長もゲストに呼んで3人でずっとトークしまくるっていうライブがあるんで無限大ドーム2です 2> お前真面目な時つまんねえなお前あのねなあ以前もねあの東山さんの1回23回やってんのよこの桜坂を話すだけみたいな。うんな でね前回はね家にある桜坂の CD を劇場の出口に置いてあのご自由にお取りくださいっていうのをやったんだけどあの来てるお客さん全員お宅だからさみんな持ってて誰も持って帰ってこなかったんだよ。 そんなライブですいやだからね、しかもそれ、なんかあなたね、なんか俺もちょっと風の噂で聞いたんですけど、まあ、このライブ、あなた何回かやってるじゃないですか、うん、まあこのライブじゃないアイドル関係のライブやってたりとかして、うん、まあなた大量に CD 買ってるから、来たお客さんに、アイドルの CD をその無料で配るっていうのをなんかやるっていうので、うんうん、あなた、やろうとしてたけど、あの無限大側からストップかかったって聞いたことありますよ何回かストップかかった、<laughs> あの上から勝手にやろうとしてね。そうそう、あのコロナの問題もあるし、そう,そうそう、っていうのでね。 あなた迷惑行為してますんでね。あんま無限大に迷惑かけないようにお願いしますね、うんうん。はい、ということでね。はい。それでは最果ての先生、空たち、大山と前田がお送りしました。それではまた来週。推しに届け。